状態さん。はい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 。ビデオ。あ、藤井か。放送席、そして甲子園球場の皆さん、今日のヒーローは大社大学のバッテリー、藤浪投手、藤井捕手です。まずは藤浪投手、プロ野球ファンが大注目の試合で見事勝利投手となりました。今どんなお気持ちですか？まあ、なんとか勝ってよかったです。藤浪投手も特別な気持ちで今日のマウンドに上がったんじゃないですか？いや、まあまあ、いつも通り平常心でいこうと思ったので、まあ、特別な気持ちより、まあ、しっかり勝つぞという気持ちでマウンドに上がりました。久しぶりのマウンドだったわけなんですけども、自分のピッチングはどうだったんでしょうか？まあ、ちょっと久しぶりだったんで、まあ、感覚のずれというか、ちょっと今までとは違うところがあったんですけど、まあ、藤井さんのリードに助けられて、なんとか、投げることができました。大谷選手との対決でしたけども、ご自身で振り返っていただけますか？いや、ホームランにならなくてよかったですね。まあ、ツーベースですね、よかったと思います。まあ、試合には勝ちました。またね、何度も対戦することがあると思いますけども、また次以降は大谷選手とどんな対決にしていきたいですか？まあ、しっかり、まあ、ファンの方も楽しみにしてくださっていると思うので、まあ、しっかりこれはレベルアップして、頑張って抑えるようにしたいです。2人とも注目されていますし、プロ野球界の2人でそんな思いもあるんですか？いや、まだまだそのレベルではないので、これから一つ一つ、しっかり頑張っていきたいと思います。これで藤浪投手は早くも4勝目となりました。彼は19歳です。まあ、4勝といっても、まあまあ勝たせていただいている試合が多いので、まあ、これからしっかり自分が引っ張って、まあ、藤浪が抑えて勝ったなと言われるようにしていきたいと思います。すごいボールを受けてくれたのが、今シーズン初のお立ち台、藤井捕手です。今シーズン初めての男前、お久しぶり。男前。そして藤浪投手と並んでということになりました。今藤浪ちょっと台乗ってるんであれなんですけど、ちょっと低いところに立ってます。あえて正解は言わないようにしますか？なるほど、そういうことで す, すごいですね。やっぱりすごいですね、持ってますね。何がすごいですか？やっぱりこう思い切って、なんていうんですかね、物言いするというか、堂々として投げてくれるところが一番いいと思います。そして藤井捕手は今日はバットでも大貢献、3安打2打点の活躍でした。まあ、2年前に言いましたけど、まあ、顔しか取り柄ありませんので。初回はね、もう少しホームランという当たりで手応えもあったんじゃないですか？力不足です。で、藤井捕手、さらには他のナインも連打でつながって今日勝ちました。タイガースの貯金が今日で10となりました。そして藤浪投手、まあ、今日7回1失点ということでしたけども、ファンは8回9回のピッチングも楽しみにしていると思いますが、ご自身はどうですか？まあ、これからしっかり、まあ、調子上げていって、
まあ、感動して、少しでもチームに貢献できればなと思います。そして最後に藤井さん、4万6500人以上のお客さん、今シーズン最多のお客さんが甲子園に今後の ちょっといいですか。2年前に先ほども言いましたが、顔しか取りがないと言ってから、まあ、怪我もありましたし、まあ、いろいろ考えたんです。なんか取りはないものかと見つけました。なんですか、やっぱり顔しかありませんでした。